まして、同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2017実行委員会メンバーの千代田区を代表しまして、千代田区長石川雅美よりご挨拶させていただきます。石川区長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。13回連続解禁をしております千代田区長の石川でございます。一言ご挨拶と申します。打ち水は町のにぎわいを私は作るものだろうと思います。そして知事からもお話ありましたように、おもてなしをする、あるいはおもてなしを作るものが打ち水だというふうに私は思っております。どうぞ皆様方が身近なところでできる範囲で打ち水をしていただくことが、オールジャパンとして、クールな夏を過ごせるんだろうと思いますし、おもてなしにもなるだろうと思います。どうもよろしくお願い申しまして、ご挨拶といたします。石川区長、ありがとうございました。続きまして、ステージにご登壇いただきました方々を私からご紹介させていただきます。最初に実行委員会のメンバーとしてご登壇いただきました三菱地所株式会社取締役兼代表執行役執行役社長吉田純一様です。続きまして、このステージの後ろにございます東京駅からお越しいただきました東日本旅客鉄道株式会社常務執行役員東京駅長小池邦彦様です。吉田社長、小池駅長、ありがとうございました。それではこれより打ち水の準備へ移ります。ご登壇者の方々はスタッフの誘導でご移動いただき、スタンバイをお願いいたします。